皆さんこんにちは。いつも見てくださってありがとうございます。今回はすごい機能をご紹介します。なんとオーディオのテンポを変えてしまうテクニックです。例えばアップルループってありますよね。ここ右上のこのループ素材、これのオーディオっていうのは実はこう読み込みますよね。でそして、こういうテンポになってると。でこのテンポって当然このテンポを変えたらテンポを変えることができるんですよ。こうやってほら遅くなったり早くなったりしてますよね。でこれって一見当たり前のように感じてしまっているんですけど、これ実はすごいことなんです。でこれはアップルループという独自のフォーマットで入っているオーディオなので、このようにテンポをね変えるだけで早くなったり遅くなったりできるんですけれども、自分の曲とかですね、そのオーディオを読み込んだ時、自分の歌声でもいいんですよっていうのを読み込んだ時に、そのテンポを速くしたり遅くしたりできるかっていうと、これがなかなか一筋縄ではいかなかったんですね。がしかしこのガレージバンドにも入ってます。その機能がすごいですよね。一昔前入ってなかったんですよ。上級用のロジックなどでしか入っていなかったんですけれども、そのやり方ご説明しますね。余興とかね、何か結婚式の余興とか忘年会新年会の音ネタをね作るのにも結構使えますので、ぜひご利用ください。では参ります。では例えば自分の曲あったとしましょう。これを読み込みます。はい、普通に読み込みます。はい、読み込みましたっていうと再生しますね。こういう曲なんですよ。こういうテンポの、こういう感じのテンポの曲なんですね。でこれをじゃあテンポを変えようね、早くしたいとかそういうので、じゃあ読み込まれて、じゃあここにテンポ変えられますよね。これを変えたからといって変わるかどうかというと、聞いてみましょうか。変わらないんです。ほら変わらないですよね。そう、一応波形が動くんですけど、これはテンポが変わってるんじゃなくて、このテンポの基準の位置と基準の位置が変わるので、波形も変わ位置が変わったように見えてるということなんですよ。ここから作業していきますね。これ意外と簡単です。波形をダブルクリック、そうするとほらよく左を見ていただくと、ここにありますよね。この何かこう砂時計みたいな絵柄がありますよね。フレックス、これをクリックしてオンにします。はい、そうするとオーディオが解析されましたよね。それでも変えられる状態に実はなってます。では聞いてみましょう。ほら早いですよね。じゃあこれ遅くしましょう。遅くするとテンポもちゃんと自動で合ってくれてます。これ素晴らしいですよね。ということはですよ、例えば自分のこういうオリジナル曲だったりとかもテンポを変えてしまって、そこに別のリズムパターンを、組み合わせて乗せてしまうなんということもできるんですよね。リズムパターンほら乗せちゃうみたいな。そうすると、自分の曲になかったエッセンスを取り入れることもできると。あんまり買いすぎると音質悪くなっちゃうんですけど、こんなこともできちゃいます。ちなみにちょっと前に別の動画でお伝えしたんですけど、トランスポーズとかを変えていただくと、音程まで変えられたりもするので、ぜひねこのリージョンを選択してトランスポーズで変えると、変えすぎておかしくなってますけど、こういうこともできるよということなんですよ。って考えたら一つの素材が無限に広がりますよね。なのでぜひこれを活用してみて、余興やねイベントごとで使ってみてください。一応曲の著作権だけはね、イベントによってねこういろいろ事情があると思うので、そこはね主催さんと確認いただいて、曲の著作権だけは気をつけてご利用くださいませ。ということで、オーディオのテンポを変更してしまうというすご技のご紹介でした。キックンでした。ぜひこういった情報もですね、チャンネル登録していただくと、ほぼ毎日のようにお届けしたいと思っているので、ぜひ要チェックしてください。チャンネル登録、評価、お願いいたします。